こんにちは。 Cニュースのお時間です。今回は中央大学書道会の魅力に迫ってみました。改めまして、書道会副会長の内山彩音です。私の所属する書道会は中央大学唯一の書道サークルとして水曜金曜の週2回活動しています。活動場所はサークル棟です。会室は4404号室、練習場所は4203号室です。これから部員にインタビューをしたいと思います。こんにちは。こんにちは。書道の経験はどれくらいなんですか？今年で4年目になります。なるほど。見渡すと、作品を見渡すと皆さんとてもお上手なんですけれども、やはり経験がないと難しいんでしょうかね？いや、経験自体は全然取ってなくて、まあ、入ってもらったら先輩のサポートだったり、あと勉強会、あとはまあ書店見学ですね、で様々なサポートを行っているので全然大丈夫です。ちなみに、勉強会というものはどのようなことをされているんですか？まあ、各技術だけじゃなくて、はい、なんかその書道の基礎知識だったり、まあ、そういった面でも勉強していこうという会ですね。なるほど。やはり、書道会さんでは、思うやる気のある人が思う存分に活動できる工夫がされているんですね。はい。インタビューご協力ありがとうございました。ありがとうございました。以上です。現在ご覧になられている映像は書店に向けての作品作りの風景です。大きな紙に書くときはこのようにして練習します。書道会では1年間に4回の書店を開催しております。中でも学園祭期間中に学内で行われる中大書店では毎年数多くの方々にお越しいただいています。その他、八王子や多摩、調布にある施設を借りて書店を開催しております。今ご覧いただいている映像は書道パフォーマンスです。書道パフォーマンスとは、作品を鑑賞するのみならず、その制作過程までをも披露する表現方法です。このように大きな紙に大きな筆と色鮮やかな墨で全身を使って描くのが特徴的です。その他の活動については、夏合宿にて行われる複数人で一つの作品を仕上げる書道合作、本学の外国人留学生に書道を教える書道教室、卒業生の方々に向けた文化祭における書道体験コーナーの設置などです。書道は自分を表現する手段であり、その能力に功節はあれど、重要なのは感情です。あなたが少しでも書道に興味を持たれたとしたら、それは私たちの思いが通じた証。私たちと一緒に書道を通して、あなたの気持ちを表現してみませんか？